さんこんにちは。今ご紹介いただきました室敦美と申します。丸紅には昭和の63年に入社しまして、今は館山市議会議員をしております。今日はこちらに呼んでいただいたのは丸紅の総合職の採用を女性を半分にするっていう社長の発表がありまして、でそれを見てとても覚醒の感があるなと思ったことでつぶやいたことがきっかけかなと思います。私は女性の総合職で第1号ということで、もう30年以上前になるんですが、その時のことから今につながっていることをお話ししたいと思います。30年前のことだと皆さん の参考になるかなと思ったんですけれども、それだけではなくって今につながっていることがをお話ししたいと思います。そして、商社の時にはいた時にはあまり分からなかったんですけれども、その後いろんな挑戦をしたことで商社の力っていろんなところに役立ってるんだなっていうことも感じています。今、55歳ですけれども、特に40を過ぎてからいろんな挑戦をしましたので、そういったお話をしたいと思っております。まず最初に入社の時のお話をいたします。当時は、33年前ですね。で、私が入ったのが昭和63年なんですけれども、昭和62年その前の年が、全国的には総合職のに女性が入り始めた、そんな年でした。で丸紅の場合は、63年に私が入った時に100人中で女性は1人、結果的に1人だったんですね。で多分その当時は本当に商社っていうのは男性社会で、女性っていうのはなかなか、営業も無理だろうっていうようなことがあったりとか、あるいは一般職の女性っていうのが非常に優秀な方がたくさんいらっしゃいまして、大卒の方もいらっしゃる。で一応ですね、そういう方々とうまくやっていけるのかとか、人事の方はそういうことをとても気にされてました。で当時は、女性は、銀行とか流通とかですね、そういった、女性が働きやすいところに行く方が多かったんですけれども、私はいろんな就職活動をしてみて、先輩がいないところに飛び込むっていうことにちょっと意義を感じました。で、なぜかっていうと一番っていうことが非常に大事だなっていうことをつくづく感じています。皆さん覚えてるかわからないですけれども、蓮舫さんが2番じゃダメなんですかって言ったことで非常に話題になったことがあるんですけれども、1番と2番っていうのは本当に1番っていうことだと覚えてもらうことが多いんですけれども、2番っていうのはなかなかそういうことが少ないっていうことがすごく実感しています。で特に1番っていうのは、英語で言うとベストとファーストっていうのがあると思うんですが、一番優れた1位になるっていうのは本当に難しくって、あるいは次に優秀な人が来るともうまた抜かされてしまうっていうことで本当に難しいことなんですけれども、一番初めに何かを始めるっていう、そういう意味の一番っていうのはいつまでたってもそれが記録が塗り替えられることがないんですね。私ももう30年以上前のことですけれども、丸紅で女性の総合職第1号っていうことを当時から言われたんですが、そんな肩書きが今でも通用するということで非常に何か誰もがやってないことをやるっていうことには大きなメリットもあるなと感じています。そしてそのファーストっていう意味の一番になるにはただ勇気さえあればいいっていうことなので、誰もがやってないけれどもそこに、そういう未開拓の地をに足を踏み入れるっていうことが非常に私としては性に合ってますしお得だなっていうことも感じています。で入ってきた時に当時は
女性は制服を着てたんですけれども、私が制服を着ないでうろちょろしていると、あまり会社としては大々的に売り出すっていう感じではなかったので、アルバイトと間違えられるようなこともありました。まあ、いろいろ女性ならではのこともあるんですけれども、まあ、今更そういうことを言ってもあまり意味がないかなと思いますので、それよりも私はまだ入った時に考えたのは、この女性の総合職っていうのを定着させるっていうことが、まあ、私が一番やらなくちゃいけないことじゃないかなと思いました。まあ、仕事ももちろんそうなんですけれども、まあ、続く人が出てきて、だんだん広がるっていう意味ではすぐには辞めない、そして、まあ、ある程度の実績を残していこうっていうことを考えておりまして、まあ、それについては今回今年女性の総合職を半分にするっていうことをお聞きしましたので、一つ意味があったかなと思っています。それから丸紅には結果的に40になる年まで17年間いました。で、私としては、まあ、営業とかそういったところもやりたいなと思ってたんですが、なかなかそういう外に出すのは難しいというふうに判断されたっていうことと、あと法学部卒業だったので、まあ、法務部にって考えてたみたいなんですが、まあ、そうするとある意味、まあ、専門職みたいな感じになるなと思いまして、私はそれよりも、まあ、普通に働きたいなと、普通にというか、まあ、男とか女とか関係なく働きたいなと思って、まあ、法務部以外のところにしてくださいっていう、希望だけ出させていただきました。その結果、今の丸紅経済研究所、当時は、調査情報部という名前だったんですが、そこで営業のサポート、調査を分析したりとか、まあ、基本的にはレポートを書くっていうことがメインだったんですが、まあ、いろんな提案をする、まあ、そんな仕事をしてきました。で、実は、まあ、こういった仕事を自分にはあまり向いてないんじゃないかっていうことで悶々としたりもしていたんですね。むしろもう少しなんか手応えのあることをやりたいなっていうことだったんですが、その中で2回外に出向させてもらえる機会がありました。1回目は日本経済研究所というところで経済予測の、まあ、勉強するっていう機会と、もう1回は経済同友会というところ、まあ、経済団体なんですけれども、そこで当時の社長が少子高齢化問題委員会を担当するという委員長になりまして、まあ、その事務局として行ってこいということを言われました。で、まあ、女性だからっていうことでマイナス面もあるんですけれども、私はどちらかというと、まあ、女性でも得するようなこともあるんじゃないかっていうふうに考えようとしてまして、で、この経済同友会の出向も、まあ、当時少子化とか高齢化とかそういう問題は男の人じゃなかなかわからないだろうっていうふうに思われたみたいで、で、まあ、女性でこういうことができるんだったら行ってこいっていうようなことで指名を受けたので、まあ、これも非常に良かったかなと思います。で、プライベートで言うと、その2回の出向っていうのは両方ともいろんな会社からの出向者が来ているところで、非常にいろんな経験というか、いろんな人人脈も広がりましたし、とっても楽しい期間でした。で、最初の出向では出会った人と当時結婚をするということもプライベートではありましたし、で、2回目の少子高齢化問題委員会を担当した時に、まあ、これからこういう少子化高齢化っていう問題がキーになるなということで、まあ、これをベースにいろんなことを考えていこう、まあ、そんなことも考えるきっかけになりました。その後にビジネスインキュベーション部というものができました。これは丸紅が将来を見据えて新しい分野をどうやって開拓していくかということを、まあ、当時こういった専門の部署が必要じゃないかっていうような提言をいたしまして、で、部署ができた時にじゃあそこに行くようにということを言われたものです。で、そこで初めて
営業経験をしたんですけれども、まあ、営業といっても、まあ、レベルの普通の営業とはちょっと違ったかなと思います。新しい部署ですし、なんかベンチャーとかそういった新しい企業あるいは新しい分野、私の場合は医療とか介護とかヘルスケアっていうことだったんですが、まあ、そういう分野で、いい会社を見つけてきて一緒に育成をしたりとか そういうことをしようっていう部署でした。で、私の場合は、そこで、医療機器のメーカーですね、透析の機器を開発しているアメリカのベンチャーに、最終的には投資をすることができて、でそこが上場した時にキャピタルゲインを得たっていうことを後で聞きました。調査部にいる時には自分がいただいている給料の割に自分の仕事がどこまで役立っているのかなっていうことがなかなか実感できなかったんですけれども、まあ、そこで、キャピタルゲインを得ることが結果的に得ることができたっていうことで、まあ、いただいた恩の一部は返せたかなって、そんな気がしてちょっとほっと胸をなで下ろしたっていう経験もあります。で、当時は私が入った時はちょうどバブルの真っ最中ぐらいで、そこからだんだん落ちていってしまうんですけれども、まあ、その時結婚していたので2人で収入があって、そして子供もいないっていうことで非常に金銭的にはある意味裕福な、感じで過ごしておりまして、で週末とか休暇の時にはいろんなところに遊びに行ったり、全国各地を歩いて回ったりとか、まあ、そんな感じで、暮らしていました。ただ、ずっとこのまま私のやるべきことなのかなとか、何かもっと違うことがあるんじゃないかなっていうことはずっと考えていたんです。そこで40歳になる年に、丸紅を辞めることになりました。で、その時に考えたことが、人生大体80年として40っていうのは、折り返し地点だなっていうことと、私は当時不妊ということが自分の、まあ、人生の中で一番つらかったことかなと思うんですが、まあ、これに関しては自分の力では何ともできないことでした。でちょうど40になる頃にもうそろそろ子供は持てないかもしれないって考えた時に、それはそれはつらかったんですが、どうやって乗り越えたかというと、まあ、これになんか苦難っていうのにも意味があるんじゃないかっていうことを私が考えて、まあ、子供を持つ以外の方法で何か次の世代のためにやるべきことがあるかなとか、この不妊に至った原因として健康のことを、体のことをもう少し考えて、まあ、こういう苦しむ人が少なくなるといいかなとか、まあ、そんなことを考えるようにして乗り越えたっていう経緯があります。でもう一つ考えていたのが、ノブレス・オブリージュっていう西洋の考え方で、まあ、貴族に課せられた義務とかそういうふうに言うんですけれども、まあ、貴族というほどでもないんですが、私が、人生の前半に、まあ、いろんな方からいろんなことをいただいたんじゃないかって考えてました。で、まあ、学生時代もずっと、国立っていうことで国のお金を使って勉強させてもらいましたし、丸紅に入ってからも、まあ、いろんな先輩にいろんな意味で助けていただいたりとか、そういう受ける恩がすごく多かったんですが、まあ、それを何らかの形でもっと自分として、返していくということをとっても意識していました。でもう一つ似たような考えでペイフォワードっていう考え方がありまして、これは今でも持ってるんですが、自分でもらった恩を恩返しっていうことでその人に返すのではなくって、違う人に恩を送っていく、まあ、最近は恩送りっていうような言葉で言ったりするんですが、自分が助けてもらったりいただいたことをもっと
苦しんでいる人とか、もっと大変な人に返していく、そういうことで、そういう思いを持って今も活動しています。で、転職した時には、その後起業しました、健康食品みたいなものの通販をやっていたんですが、3年で失敗しまして、これはもう本当に典型的な失敗で、全然自分の考えが甘かったなと思ってるんですが、でただその会社を辞める時にも皆さんから止められたりもしたりとか、なかなか難しいよっていうことで言われたんですけれども、でもなんか自分の手でやってみたい、もうちょっと何か実感があることをやってみたいなっていうことを考えてやっていました。で失敗した結果、実は全て全財産もなくなりましたし、その3年間っていうのはとっても大変だったんですけれども、ここに書いてある、一つは全て何が起こっても自分の責任だなって考えるようにしてました。例えば騙されたんじゃないかとかいう人がいたりしたんですけれども、もし騙されたわけじゃないんですけど、たとえ騙されたとしてもそれは自分が信じたことがいけないなとか、これはいつでもそういうふうに何かあった時に、自分の責任だなって考えると非常に、ある意味楽になるというか、人を恨まなくていいなっていうこと、それから死ぬこと以外かすり傷っていうのは、本の名前ですけれども、幻冬舎の箕輪さんっていう編集者が書かれた本の名前で、ちょっとタイトルと中身が違うかもしれないんですけれども、この言葉が示す通り、死ぬ気になれば何でもできるかなとか、そういう意味でそういうような考え方をすれば、もう失敗したとしても、またチャンスを得てっていうことで考えて、いろんなことを乗り切っています。で、その何もなくした時に、実はその起業する時に失敗したら、相手の方に迷惑をかけるといけないので席を抜こうって考えてまして、で、そこで離婚もしましたし、ただ、その時に助けてくださる方がいらっしゃいまして、館山に行きました。で、館山に行ったのは、何も知らない誰も知らないところでちょっと一からゼロからやり直したいっていうことで、全然政治とかそういうことを全く考えたわけではないんですね。なので誰も知らないところで、最初は海の目の前に古民家を得まして、そこを直しながら、なんか自然に触れながらブラブラ1年間はしていました。で、そうすると田舎生活って初めてだったんですけれども、なんかとっても豊かな生活なんじゃないかなと思いました。で、漁協の近くに住んでましたので、取れたての魚を初めて自分でさばいて食べるというようなこともやりましたし、旬の野菜がとっても美味しく食べられるんですね。実はここではなんか皆さん自分のところのものは自分で作るっていう方も多くって、で、そういったものをいただいたり、私は自分では作ってないんですけれども、いろんなものをいただいたりとかして食べると、こんなに美味しいものがあるのか、例えば、そら豆とか菜花とかそういうものをものすごいいっぱい食べれるんですね。都会ではなかなか食べれない高価なもの、あるいはお魚とかひじきとかわかめなんかも、取れたてだとものすごく美味しいっていうことを知りまして、で、こういったことが、食べ物のこともそうですし、あと海がですね、人が少ないっていうことで、夏以外はプライベートビーチみたいなことで誰もいない海を独り占めできるとか、あと地域コミュニティっていうのがしっかりしてまして、都会にいた時はマンション暮らしで隣に住んでる人も話したこともないとか、もう会社が全ての生活だったんですけれども、館山に来るともうその地域の方皆さんと知り合いになって、災害の時の共助の力っていうのを非常に実感しています。
で、ただですね、まあ、地方全てそうなんですけれども、課題もたくさんあります。ただ、この課題がビジネスチャンスに見えてくるなと思っているんですね。で、どこもそうなんですけれども、やはり少子高齢化、過疎化ということで、全国だと高齢者、65歳以上が 28% ぐらい、令和元年の数字なんですけど、東京都だと 23% ということで、まあ、4人に1人ぐらいっていう感じなんですけれども、まあ、4、5人に1人ですね。立山市の場合、約 40% が高齢者で、その挟まって書いてるのが立山市の中でも、私はその中でも田舎に住んでまして、挟まっていう地区なんですけれども、そこは高齢化率が 50% を超えています。半分以上が65歳以上ということで、私もこういう仕事をしたりしていると、地域ではもう若いねとしか言われたことがありません。50代はもうとにかく若いっていう部類に入るぐらいのところなので、いろんな問題があります。で、一番言われるのが働き場所がないということで、若い人たちが、まあ、大学がないということもあって、高校卒業すると出ていく人が多くて、なかなか帰ってこれない。で、空き家もとってもたくさんあります。それから最近ではイノシシも結構な問題になってまして、皆さんが耕作するところにも出てきてしまうということで、非常に大きな問題になってますし、それから、まあ、公共交通、車がないと基本的には生活できません。私の家から一番近いコンビニが5キロで、だいたい買い物するところは10キロぐらい離れていますので、毎日車の生活ですけれども、そうすると、まあ、公共交通、車がない人にとっては必須なんですけれども、それがなかなか維持が難しいっていうことがあります。そして、まあ、財政的にも非常に逼迫しているっていうことで、とっても課題だらけなんですけれども、私は丸紅の調査部にいた時に先輩に言われたのは、いろんな格差があるところにビジネスチャンスがあるんだよって言われて、まあ、そういった課題をうまく解決するビジネスの種はいっぱいあるなと思っています。しかも立山の強みは田舎なんですけれども、都会に近いということ、これを生かすことができる分野がたくさんあるなというふうに感じています。で、後で言いますけれども、私が今まあ、政治に関わっているというか市議会議員ということをになりましたけれども、地方の行政っていうことがあまり私も全然知らなかったんですけれども、2000年までは、実は基幹委任事務制度ということで、まあ、国の仕事を市が下請け的にやるっていうことで、国の仕事が8割ぐらいと言われていたそうです。で、しかも人口が増えているということで、人口が増えると税収も必然的に増加するので、その集めた税金をどうやって配るか、公平に配るか、そういった資金を分配するっていうことが主な役割だったので、公務員、地方公務員に課せられた仕事というか立場っていうのも、まあ、決められた仕事をきちんとこなすっていうことが非常に大事で、今までやってないことをやろうとか、そういうことは求められていなくって、まあ、前例にのっとってやれることをやるっていう、きちんとやれる人が非常に評価されるっていう時代が長く続いていました。でも今その制度が廃止されまして、しかもまあ人口が減少して税金もどんどん減ってしまうっていうことになると、今までできたことができなくなる。で、じゃあどこを削っていくかっていうことを考えなくちゃいけないんですけれども、それって非常に難しくて、今まで受けていった高齢者とか子育て世代とか、まあ、そういったところを助ける役割がなかなか難しくなってきたときに、じゃあどこを削っ、どこに無駄があるのかとか、そういったことを考える、あるいはこういうふうにやったらいいんじゃないですかねっていうことを、新たな提案をするっていう議会の存在意義っていうのも本来は高まってきています。また地方がみんな同じような状況なので、自治体間の競争っていうことにもなると、今までのような仕事ではなくって、どうやってこの地方の魅力を作って、それを PR して人
と若い人を呼び込むかっていうことがどの自治体も考えていることなので、まあ、今までと違った力が必要じゃないかなということです。で、地方の財政、行財政を見ると、民間から見るととっても不思議なことがいっぱいあります。まずは、まあ、投資みたいな感覚があまりなくてですね、立山でも、まあ、夕日桟橋っていう桟橋を、海に突き出た桟橋を作って、そこに大型客船を呼び込もうっていうことで例えば桟橋を作っています。で、そこで思ったように客船が来ていなくって、作る前とあまり変わらない状況なんですけれども、じゃあこれに対して誰が責任を取るのかっていうことも全くないですし、じゃあ使われてないんだったら他の使い方で何か有効な手立てを打たなくちゃいけないとか、まあ、そういったことが結果の検証っていうのがなかなかされないので、難しいことがいっぱいあるなと思っています。で、そこで、まあ、商社機能というか、まあ、情報を収集したり分析する、あるいは発信力とか、まあ、いろんなものを結びつけて事業を作っていく、あるいは、まあ、特に議員ですけれども、こういうふうにした方がいいんじゃないですかと思ってもなかなか、公務員とか変わっていかない、変わることはなかなか難しいんですけれども、まあ、そこでこういった理由でこういうふうなやり方をして、あるいは他の地方ではこういうことをやって、だからこういうふうに必要じゃないですかみたいな、その交渉力とかプレゼン力を持って行政を変えていくということで、すごく議員としても商社の力っていうのが必要じゃないかなということを痛感しています。で、ちょっと話は台風15号一昨年ですねの時のことをちょっとお話ししたいと思います。で、この時に9月9日の未明に台風が起こりまして、で、そこから私が9月いっぱい毎日ブログとかネットを更新していました。で、その時の、15日目のブログのタイトルなんですけど、災害時に必要な情報のミスマッチ解消はまさに商社的仕事というのを書いていました。ちょっと今回の、セミナーをやるにあたってブログを見返してきたんですけれども、この9月9日の未明に、まずものすごい音と風と雨で、夜中寝れないような状況だったんですが、そこで、停電が起こりました。で、停電は、まあ、真っ暗なんでその時はあまり分からなかったんですけれども、その後、雨漏りがしてきたんですね、私の家でも。そこで当時私はフェイスブックをよく使っているので、雨漏りがしてきたっていうことと写真を投稿したら、うちもうちもっていうような同じ立山市内で相次いでいました。で、そのうちにネットも使えなくなって、停電と、ネットが使えないっていうことがどれだけ情報がないっていうことが大変かっていうことが分かってくるんですけど、まあ、この台風15号は死者もほとんどいないということで、他の災害に比べればそういう意味ではまだまだ楽なことだったかもしれないんですけれども、私が10日の朝起きて、まだもう、まあ、その時は、まあ、停電もすぐ収まるかなぐらいに考えていたので、ちょっと見回してみたら、屋根が瓦が飛ばされている家がすごくとてもあったんですね。で、これはちょっと大変じゃないかなっていうことを思い出しまして、で、結果的には立山市の家屋の3割が罹災証明をもらったということで、基本的にはこの罹災証明をもらうっていうのは、まあ、雨漏りは最低限しているぐらいの状況で、ここに映っているような屋根が飛んだりとかそういうところもありましたし、その後、まあ、ブルーシートに覆われた家が続々出てくるんですが、私のさっき言った立山市では3割なんですが、私の住んでいる挟まっている地区では
5割の世帯が罹災証明が出たということで、2軒に1軒は屋根が飛ば一部でも飛ばされているんですね。でそれを見たときにこれは大変かなと思ったんですが、まず停電で通信も遮断されると何が起こったかっていうのが全くわからないんですね。で2日目にとりあえず市役所行ってみようと思ったら市役所も停電していますし、でこれは外に向けて発信をしないとこれだけたくさんの被害が出ているような状況を分かってもらわないといけないんじゃないか。で一方で地域ではもうみんな大変だから何とかしてみたいな声は上がるんですね。ただ、じゃあ現場がどうなってるかっていう情報がうまく発信できないと、助ける人も助けに来ないですし、助けようと思っても何をしたらいいかわからない、まあ、そういうことを非常に感じまして、それから毎日出歩いては、ブログやフェイスブックを更新してっていうことを続けました。でその時に、思ったことなんですけれども、だんだん情報が拡散されて、最初の日、私が 2日目になんとかネットの通じるところを探して、こういう状態だよって写真入りで発信したところ、500件ぐらいシェア最終的にしてました。500件以上ですね、まあ、他にもそういうことで情報発信を積極的にしてくれる人が現れて、数日後にはもうテレビとかそういうところがどんどん来るようになって、じゃあどこに何をしたらいいのかっていうことがなかなかわからないんですね。でそのためにも各地でまずは情報を収集して、どこに何が、足りないのか、どう困ってるのかっていうのをどんどん発信する必要を感じていました。で、外からの人もなんか大変みたいだから何かしたいけれども何をしたらいいのかわからない、最初の頃はまあ、物がない、買えない状態だったので、物を送ってもらう食べ物とか飲み物とかそういうものが非常にありがたかったんですが、少しするとお店が回復すると、実はそういうものは買えるようになるんですね。だけれどもそういう情報がいかないと続々と物がいただくようになるんです。そうすると物をいただいた方としてはせっかくの善意を無駄にしてはいけないと思って、皆さんがいろんなものを持っていろんなところに動き回って、どこに必要かそれも情報もわからないということで、皆さん被害者なのに自分も何かしなくちゃっていう思いで今必死に動いていました。でそういう時ってアドレナリンがとっても出るので、疲れを感じずに皆さんが動ける人はすごく動き回ってっていうことをやっていたんですけれども、まあ、それで倒れる人もいましたし、私もちょっと思い余って、もう今は物が買えるので何かしたいっていうことならお金をいただいた方が助かりますっていうような投稿したりしました。なぜならさっき言ったように物をいただいちゃうと本当に疲弊するっていうようなこともあったりしました。まあ、そういったじゃあ現場で何が必要とされているのかっていう状況は刻々と変わりますし、日によっても違う、あるいは地域によっても違うということで、とにかく情報をうまくマッチングするっていうことが災害時にはとっても大事だなということが分かりました。で、地方議員の仕事を女性に特にお勧めしたいなと思う点がありまして、一つは、まあ、国政県あるいは市ということで同じ議員といっても随分違うと思っています。で地方議員、市議とかそういったレベルだと生活に密着した問題を扱うことが多いんですね。子育ての問題とか介護の問題とかもそうですし、そういうことを、まあ、普段から皆さんがこうしたらいいのになって思っているようなことを反映できるのでいいかなと思っています。それともう一つは時間のやりくりがとってもしやすいっていうことです。これはなってみて思ったんですが、議会っていうのが例えば年に4回あります。今も実は3月で議会月なんですけれども、議会月でも、まあ、出
社というかしなくちゃいけないのが、まあ、10日ほどあるかなっていうぐらいで、他はもう自分でどこまでやるかっていうのが任されています。なので子育て中でも子育てしながらとか他の仕事よりもずっとその時間がやりくりしやすいっていう面でいいかなと思っています。でもう一つ、あの議員報酬とか政務活動費、これはもう地方によって全然違います。立山市の場合は財政が厳しいので低い方だと思うんですけれども、議員報酬でだいたい年間500万円ぐらいで、政務活動費で非常に問題になることがあるんですけれども、立山市の場合は年間1人10万円っていうことなので、ちょっと交通費使ったりしたらもうすぐなくなっちゃう程度なので、そんな使いすぎとかは全く心配ないぐらいです。私としては、まあ、あの生活の保障がありながら24時間、自分の、ボランティアでいろんなことができる、まあ、そういう捉え方をしています。なのである意味全ての時間が、市民のためとも言えますし、働かないでおこうと思ったら何もしないということもできます。でも皆さんからすると同じ税金で議員の報酬というのは決まっていますので、とっても誰を選ぶかっていうのも大事かなっていうことを今訴えています。ちなみに、議員、女性議員の数っていうのは大体1割から2割、一番、多いのが特別区とか、まあ、そういったところは 30% 近かったりするんですけれども、大体1割程度ですので、まだまだもっと女性に挑戦してほしいなと思っています。で、実は選挙なんですけれども、私は全然政治をしようと思ってませんでした。しようと思ったらもっと自分の縁のあるところでやった方が絶対いいと思います。で、立山に来て1年間ブラブラしてたんですけど、なんかもったいないこともあるし、なんかできないかなと思った時に、私はその時何の立場もない、誰も知らない、本当に一番看板カバンって言われるんですけど、全く何もない状況で1年目に選挙があったので、市議会議員になればいろんな情報も得られるし、まあ、いろんなことができるんじゃないかなっていうぐらいの感じで初めて出ました。で、その時に知ってる人って言ったら5人ぐらいしかいなくて、でそれでもう本当に選挙のことなんか全く分からずに、手作りで1枚だけ、まあ、チラシを作って出ました。でその時に509票、だいたい立山市の場合800票ぐらい以上取れれば当選かなっていう時に最下位で落選しましたけれども、実は皆さんからはこういう状態で出たら100票とか200票ぐらいなんだけれども、この500ということですごいねって言われました。でそれからの4年間じゃあ次は応援するよっていう人が出てきたんですね。でその最初に出た時は誰も知らなくって、手当たり次第ちょっと回ってみるとか、やり方も何も分からなかったんですけれども、マイクを持って1週間自分でウグイスも自分でやってっていうことをやっていると、なんか手を振ってくれたりとか、そういうことをする人が出てきました。で次に挑戦するまでの4年間は、漁協でアルバイトしたり、介護 の, ヘルパーの資格を取ってやったりとか、あと旅館の仲居みたいなこともやったんですけれども、まあ、いろんなことを知りたいなっていうことで食いつない、ある意味食いつないできましたし、地域でとても高齢者が多いところでしたので、ラジオ体操なんかを立ち上げてやるとか、まあ、そういった皆さんといろんなことをやっているうちに、4年後は初当選ということで、20人出た中で5番目の票を取りました、いただきました。で、そう、議員の仕事もとても面白いんですけれども、やはり、いろんなことを変えようと思ったら、そのトップじゃないとできないことっていろいろあります。議会でいくら言っても、市長の権限っていうのはものすごいんですね。市の職員も市長には逆らえないですし、人事権を持っている市長が、
市民から選ばれたっていうことで非常な権限を持っています。なのでもっと立山を良くしたいと思うには市長選挙市長にならなくちゃいけないんじゃないかっていうことで、市議会議員の3年半で任期は4年なんですけれども3年半の時に挑戦いたしました。でこれも本当にとっても厳しかったのは4期目になる現職と一騎打ちということで、選挙っていうのは特に地方だと負ける方についちゃうとすごい大変なんですねっていうことと、もう現職でいろんな地域のことを抑えているっていう方だったのでなかなか大変だったんですが、私の場合は、まあ、本当にこの時もお金ないんですけれどもお金がないということで、皆さんが純粋な方が例えば下心のないような方とにかく立山を良くしたいなっていうことが皆さん手伝ってくださって、敗れはしたんですけど7552票ということで、これも出る時も皆さんから反対されました。実は市長選出て落選したらもうこの土地にはいられないんじゃないのっていうようなことも言われましたし、まあ、そういう状況ではあったんですが私としては今は挑戦してよかったなと思ってます。でその後また2期目の議会議員の選挙に出ましてまだまだ やるぞっていうことで、挑戦を続けています。でこの間ですね市長選挙の前に、日曜街頭演説というのを始めました。毎週日曜日に10分ぐらいなんですけれども街頭で演説しようっていうことで、これが選挙終わってからも丸3年になるんですが続けています。でネットでも出してるんですが、まあ、私の場合特に地元育ちではないということでなかなか信用してもらうというのは難しいなと思ってまして、そういういろんなことを選挙の時だけじゃなくって継続しているっていうことがある意味とっても信用に今つながりつつあるなっていうことは実感しています。この写真はこれも手作りの選挙カーですね。で、ウィズコロナ時代ということで、私はまあ、リモートワークとかワーケーションとか言われますけれども都会と地方のいいとこ取りをしていく生活っていうのがとってもいいんじゃないかなと思っています。この南房総地域立山っていうのは房総半島の最先端ですね、一番端っこの方で、ただアクアラインを使って、とバスで、まあ、80分というふうにと言われていますけれども、しょっちゅう行ったり来たりできる距離にあります。であとはグラフ図を見てもらうと分かる通り東京湾なんですけれども先端に飛び出ていまして非常に海がきれいなんですね。それから湾みたいになっているので内房の方はとっても静かです。鏡ヶ浦って言われて、本当に湖みたいなところですし、そこから富士山が眺められるっていうことです。で、立山市の周りに南房総市っていうのがあるんですが、まあ、そこに行くと今度は 外房があったりとか、全然違う景色が見られて、まあ、潜る人は沖縄と同じくらい綺麗だよっていうことも言われているくらいなところです。で地方には最初に言ったようにビジネスのネタとなるような課題がたくさんありまして、ただそれを解決できるような人とか資金がすごく欠乏しているかなと思っています。で都会には人と資金がいて何か新しいビジネスやりたいなっていう人がいると思うんですけれども、そういう人にとって立山にいる人からするとなかなか集まらないお金が都会の方だとそれほどでもない、あるいは都会の企業とかですねからするとそれほどでもないっていうようなビジネスができる可能性があるというふうに考えています。なので私は、まあ、今日みたいな機会で立山南房総地域の PR をしてここにこういった可能性があるから皆さんちょっと考えてみませんかっていうことをすごく訴えたいんですね。で
こちらの立山とか南房総にも家を持って、都会にも家を持って行ったり来たりするっていう人も今すごく増えてきています。本当に海を見ながらいろんなことをするっていうのは発想が湧くっていう意味でもいいですし、とてもおすすめなんですね。で、副業のすすめって書いてますけれども、今若い人は副業は禁止されているかもしれないんですけれども、どこかに勤めるっていう意味の副業ではなくって、まあ、自分ができる小さいビジネスをやってみるっていうのは非常におすすめです。私はもう自分で退路を断っていろんなことをやってきましたけれども、そうするともうお金がなくなった時に次に這い上がるって本当にすごく大変です。それがまあ、いろんな、例えば大屋業なんかをやる人もいます。あるいは、民泊みたいなことも今流行ってますし、まあ、そういった自分でできる何かをやってみるっていうのはとってもおすすめです。で、会社にとっても今までは副業禁止で、そういう人が辞めたら困るっていうこともあったと思うんですが、例えばいろんなことを経験していろんな力がある人がまた会社にとってもプラスになることがたくさんありますし、まあ、例えばたとえ会社を辞めたとしても、じゃあ丸紅と何かつながった仕事をしようとか、そういう意味でプラスになることってたくさんあると思うんですね。なのでこれからの時代、いろんな形で副業を認めていくっていうことは会社にとってもおすすめな面がたくさんあります。で、まあ、こういったところで新しいビジネスをやるときにクラウドファンディングっていうのもとっても可能性があるなって感じています。私も何件かお手伝いしたんですけれども、今までは自分のお金がないとできなかったことでも、じゃあこういうことをやりたいからって宣言して、ネットで一般の方からお金を募る、ある意味、まあ、個人投資家を募っているようなものかなと思ったりするんですが、まあ、そういう時にお金が集めやすいのが、まあ、ソーシャルビジネス的なものですね。社会の問題を解決するためにこういうことをやりたいとか、そういう共感を呼ぶものがお金を集めやすいですし、あるいはこれは信用をお金に変えるっていう面がありまして、まあ、この人が言うことならなんか自分も手伝いたいなとか、そういったことにお金を出してくれるっていうことが今増えています。その代わりそのいただいたお金をきちんと皆さんの期待に沿った使い方をする、まあ、そういったことがいいなと思っていまして、私もこの立山でまたクラウドファンディングをやるかもしれませんが、まあ、そういったことで皆さんも考えていただけるといいなと思って今日ちょっと紹介しました。